っしゃあとよろしくな、空彦。そいつの夢叶えてあげてくれ。わっしゃー、わっしゃー。オールマイト、あと頼んだ。わっしゃー。素晴らしい喜劇をありがとう。どの町も奴の息がかかったものばかりだ。このままじゃお前も奴に殺される。やってみなければわかりません。私は平和の象徴とな。敵は100年以上生きながらえる怪物。無理だ。お師匠は全てを投げ打ってまでワン・フォー・オールを育みました。真のヒーローでした。母のように思っていました。歳のり、卒業したら海を渡れ。奴に手が届く場所にいたらお前は耐えられない。志村がなぜお前を逃がしたか分かるな。歳のり、分かるよな。力を蓄えろ。どんだけ怖くても自分は大丈夫だっつって笑うんだ。世の中、笑ってるやつが一番強いからな。必ず戻ります。全てを救う力を身につけて、平和の象徴としてこの地に再び私は来る。